皆さんこんにちは、ヤッホーカレンです。スポーツ MC の岡田です。今週も始まりましたウィークリーラントリップ。ラントリップ、お互い見てないから分からない。何やったの。私今登山して、鳥見つけたってやってます。あーなるほどね。なるほど。僕はね、サンマを食べてましたね。あーなるほどね、はい、ちょっと細長い魚。まあ、それぞれのね、まるまるな秋っていうのをちょっと表現してみましたけど、登山ね。登山いいですね。この前も行ってましたね、どっかね。行きました。ただ雨で。そうまだね、だから秋の何森を見てないですよ。まあ、紅葉とかもこれからね来ますから、まあ、秋は短いから。そうそうそう、ほんと奥さんあっという間ですから。違う番組になってる。楽しんでいきましょうね。はい、はい、ということで今週もウィークリーラントリップトピック盛りだくさんでお届けをしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。さあ、まずは1つ目、ニューバランスから名古屋ウィメンズマラソン2022のチャレンジエントリーキャンペーンが始まります。あーすごい。ちょっと待って、もう2022年の話、ね、びっくりした。私も今言って2022と。早いよね。早いですよ。もうついていけないよ。名古屋ウィメンズですか。はい、3月13日に開催予定の名古屋ウィメンズマラソンなんですが、うん、はいはい、チャレンジエントリーキャンペーンが始まったんですが、うんうんうん、大きく2つあります、はいはい、1つ目がニューバランスランニングクラブが主催する名古屋ウィメンズマラソンランニングクラブから、うん、NBGOWOMEN NBGOWOMEN、はい、募集がスタート、もうすでに、ね、しております。はいはいはい、はい、そして入会した方、この、ね、うん、NBGOWOMEN に入会した方、先着800名様に。結構いるね。そう、結構いますよね、うん、多いね。そうで、名古屋ウィメンズマラソンのエントリー、先行エントリー券の確保だったりとか、あと練習会に参加できるという、ね、ですね、キャンペーンが始まりました、まあ、つまり出るということを前提にした上で、うん、はい、事前にちゃんと練習会もセットして完走していきましょうね、目標達成しましょうねっていうプログラムに入会して行こう、ランニングクラブに入ろうというのが1個目と。そうなんです、この半年前から応援してくれる、背中を押してくれるというキャンペーンですね。そこ大事ですよ。そう、うん、そしてもう一つが、うん、合計4200名の方に先行エントリー券獲得の2つのキャンペーンがあります、はいはい、さあ、まず1つ目が2月10日、はい、今日から始まる最新のランニングアイテムで名古屋ウィメンズマラソンにチャレンジキャンペーン。おお、なるほど、はい、こちらはですね、1万3000円以上、うん、ニューバランスの最新ランニングアイテムご購入の方、先着500名様にエントリー券、先行エントリー券を、すごいね、お約束。はい、500人結構いますよね。続いて2つ目が、9月の16日の木曜日から始まるお気に入りのアイテムで名古屋ウィメンズマラソンにチャレンジキャンペーン。おー、どっちなんですかこれ。これは、まあ、最初9月10日に始まるのが、最新のランニングアイテム。あー、なるほどね。で、より幅広くなるのが9月16日木曜日からの、あー、お気に入りのお好きなやつでどうぞ、はい、こちらが、まあ、先ほどと金額は同様1万3000円なんですが、うんうんうん、合計3700人の方が先行になります。ドゥホドゥホホですよ。すごいですよ、ね、すごいですよね、まあ、これから練習してレース本番まで踏まえたら、そのランニングギア1万3000円なんて絶対使うじゃないですか。遅かれ早かれシューズウェアでも使っちゃうかもしれないですね、うん、うん、いや今買ってエントリーした方がいいですね。その方が絶対いいですし、いやすごいわ。ニューバランスさんもニューバランスを着て名古屋に向けてトレーニングをして、名古屋をしっかり完走していこうと。もう今からね始められますからね、まだちょっと走ったことないよっていう方でもね、うん、すごくいいこのキャンペーンでございます。そうですね、うん、まあ女性のランフルマラソンといえば確かに憧れのね、ギネスにも載っている名古屋ウィメンズマラソンですからね、はい、ゴールでティファニーが待ってるんでね。どうぞ。ぜひちょっとこちら詳細は概要欄に貼っておりますので、はい、チェックしてみてください。スーピングッとねしていってください、はい、さあ続いてはですね、はい、ギアのお話をしていきたいと思うんですけれども、うん、トレイルランニング、まあ、アウトドアブランドとしてもですね、もう非常にシェアが高くて人気のサロモンから新しいシューズとアウターが出るというお話なんですけれども、はい、まずはシューズね、プレディクトシリーズっていうものから、プレディクト2とプレディクトソック2というねシューズが出ます。ドン、こちら、はい、あ、こういうのあるんだっていう、ね、感じなんですけど、これ膝を守るっていうのをコンセプトに、関節の動きを妨げずに膝のトラブルを予防してくれるっていうのがね、うんうん、あのまあ、コンセプトというか目的になっているシューズなんですけど、はい、あのミッドソールもあのちゃんと反発性があってクッション性が高いっていうところもそうなんですけど、うんうんうん、このプレディクト2ってこのミッドソールがね結構特徴的な感じで、はい、まあ、膝を守るっていうところもそうなんですけど、うん、このミッドソールの部分が10個ぐらいのこう、ね、関節の
形にこうパーツが分かれてるっていうか、こういうふうに足をしっかりと守って足運びをスムーズにしてくれるっていうようなシューズになってると。これが2の方ですね。そうなんです、2になって、はい、さらにこのソック2っていうのは、まあ、アッパーの方があのプレミアムニットアッパーになってて、 おそらくねもう包み込み感がめちゃめちゃ良いんじゃないかなと、ね、うわー履きたいですね。快適性のあるシューズなんじゃないかなと、ね、履き比べたい一回、ね、思いますので、あのサロモンってトレイルランニングのシューズすごくシェアも高いしめちゃくちゃ機能性高いんですけど、うんうん、ロードもね、はい、本当ね、ちゃんと走れるシューズがたくさんあって、はい、いろんなランナーにはまると思うので、ぜひぜひね、履いたことないという方ね、ぜひ試してみてください。怪我防止にもね、いいですよね。そう、プレディクト2が 18,700円、はい、プレディクトソック2が 15,400円で税込みの価格になっております。これが最新のシューズ。あとですね、はい、もう一つアウター。もうね、やっぱりサロモンといえばやっぱねシェルですよ。羽織物なんですけど、はい、モナッティシリーズというのがね、新しく、はい、更新されるということで、はい、これね、軽量、防水、コンパクト、この3拍子が揃ったというのがこのめっちゃ嬉しいモナッティシリーズなんですけど何、はい、2.5 レイヤージャケットっていうのと、トレイルウォータープルーフジャケットっていうのこの、ね、2種類っていうのがこのボナッティシリーズで出てきておりまして、はい、まあもう説明はもういいですか。軽量、防水、コンパクトです分かりやすいわいやでもね、これ僕思ったのは、はい、これが 2.5 レイヤーで、うんうん、19,800円なんですよ。 2.5 レイヤージャケットってレイヤーにしたらすごく安い。そう、安いんですよ。だいたいウィンドシェル、まあ、風を避けるものでも16,000円とかね、うんまあ、他のメーカーも含めてそれぐらいしていく中で、防水性を機能つけて、うん、でかつこうやってさっと羽織れるものってなると、あのそれこそトレイルランニング始めますとか、あちょっとアウトドアやキャンプとかやってみたいなっていう方とか、うんうんうん、ランニングする方が羽織を欲しいなとか、これからの季節にいろんなシーンで使う、かなりね、お買い得なジャケットなんじゃないかなと、うん、ですね。かつこうコンパクトっていうところもいろんなところに連れていけるというか、連れていける我が子ね、我が子を、ね、連れていけるという意味ではね、これのジャケットで、ね、1枚目のジャケットとかにもすごくね最適だと思うので、モナッティシリーズぜひぜひチェックしてみてください。さあ、そして、うん、ミュージックイグラン、あと横浜、わあすごい、来ました横浜。こちらが9月の20日開催でございまして、エントリーが9月の12日までとなっておりますので、この週末にそうぜひエントリー迷ってる方で、はい、オンラインのね YouTube 配信がありますよね、うん、あります。そこでちょっと岡田さんに代わって、いやいや代わってというか、あの横浜大好き、あ横浜はそう大好きなんですかね、はい、その子の魅力を発信しつつ YouTube ライブカレンジが、ね、出てくれます、担当させていただきます。ぜひそちらもご覧ください。いや、モチベーション維持したい、走る理由が欲しいっていう時に、うんうん、ぜひ横浜以外の方でもエントリー可能ですし、うん、その後のライブも一緒に楽しめますのでね。そうそう、その後の、ね、ライブはあの参加者じゃなくても大丈夫なんですよ、うんうんうん、なのでとりあえずあの冷やかしに見に来ました、うん、そういう感じ。でも全然大丈夫ですからもうそうね、はい、飲みながらでも週末ぜひお付き合いいただければと思います。はい、よろしくお願いします。そして、はい、僕らがあの以前紹介しました、うんうん、ラントリップのトラベルタンブラー by キント、ダダーン、これね、こちらですね。いや、ちょっとマットな質感がかっこいいんですよ、ね、ドハマりしちゃいましたもんね。ね、おいいっすね、これ、ね、これで 350ml で 3,080 円というものがですね、はい、ついに、まあ、今日が10日金曜日ということで発売ということで、はい、ぜひ秋の行楽シーズンいろんなところに連れて行って見てはいかがでしょうか。さあ、そして今週も行きましょうか、はい、行きましょうか、はい、せーの、アイスマルマル。今日は秋のご褒美スイーツです。いいよね、食欲走った後ね、あ、明日ご褒美ご褒美ということで、はい、走った後の秋のご褒美スイーツ、うん、なんでしょうか。僕ね、甘いもの大好きなんですけど、うん、今日ね、あの買ってきました。これセブンイレブンで買ってきたんですけどね、はい、あのふわっとトラ粒ホイップ、どら焼き大好きなんですけども、ホイップ入っちゃってるやつはもうほんと罪悪感が半端ないから、すっごいある、どれくらい出したらいい、もう半端ないんで、やっぱりねご褒美ですね。逆に言うと、逆に言うと、まああのご褒美なんだけど、うん、ごめんなさい、あの走る前のエネルギー源としてもすごくいいと思うっていう、もうご褒美なんだけど、もうね、ランとセットじゃなきゃこんなんと食べられないって思ってるやつなんですけど、でも本当ねご褒美です。ちなみに、はい、どれぐらい走ったらいいですかこれ食べるのに、岡田さん感覚で、僕から見たらですか、カロリー見な、うん、15キロ結構行かなきゃいけないですね。さあ、カレンさんはどうですか、はい、いや私は持ってきてないんですけど、うん、秋といえば食べたくなるのが干し柿。渋いね、おばあちゃんが食べてた干し柿が、うん、好
好きなんですよ。違う間違えおばあちゃんち食べたあの干し柿が好きで、干し芋も好きなんですけど、美味しいよね、ギュッとなったやつってさ、めちゃめちゃ美味しいよね。渋いやつじゃなくてちょっと甘いタイプ。まあ、それもね、卵黄というかもう両方食べてもいいんじゃないかなって。でご褒美出せば。いやー、あの食欲の秋とも言いますし、うんうん、あのご褒美とかね、甘いものとか楽しみながら、秋は短いんで、そうですよ、はい、みんなで全力疾走していきましょう。ということで、この動画が面白いなと思った方は高評価、チャンネル登録、コメント欄にコメントもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。